マコナコです。早速続きやっていきましょうか。これは外に出てって前回サラマンダーとまた合流したので、ここでサラマンダー連れてまた全員集合、情報整理、石板手に入れて4箇所どこか行かないといけないんでね。あー、これ世界地図の場所に合致してるのか。これ覚えられるかな。揺れ動く地の底、どこだわかんないんだけど、風の奥、高き山の熱き場所、ここはなんとなくわかるような気がするんだけどな。一つはすべて、すべては一つ。うん、同時にやれとかそんな感じかと思ったけど、全員で分かれてすべてを一度に攻略する。これはその都度戦闘になるのかな。女同士の話がしたい。火のところか。南にポイントがあります。あ、やっぱり水の底の方か。じゃあ下ろすメンツとか決まってるのか。なるほどね、この人行けばいい。新たな敵が出てくるかもしれません。したいな。あ、サラマンダーはいらない。でもこれどどみち下ろすんだれば、今下ろす場所で戦いになるのかな。でマップはポイント書いてあるわけではない。あー、間違えた。操作わかんないんだよね、これで。どっちに乗った？城の中入っちゃった？勘弁してくれ。どこなんだろうな。ここら辺だと個人的には睨んでるけど、ここ関係ない？関係ないのか。ずっとここだとばかり思ってたけど、で水のところでどこだって、うん、イプセン古城の南部に位置する入江か。うん、入江だからこの辺りだと思うけど、これだ、見つけた。どうすればいい。A で中に入る。水の祠。戦いになるのかな？でもこれ、二人ずつで戦っていくのかな？それとも、次は高き山の熱き場所。サラマンダーとフライヤー。女同士というか召喚士同士というか、
まあ、ここででも仲間入れても意味ないような気がするけどね。フライヤとサラマンダ。少なくとも、設定やっとけって話だと思うけど。最強。ああ、今リボンをフライヤーにやってしまってるけど、リボンは状態異常とかの防ぐ効果はないのか。吸収と半減効果、属性系かなり有効な。エメラルドでいいかな。サラマンダーこのままでいいでしょう。会話しましょうか。エストガザーより北東の山地。エストガザーがどこだかが分かんないけど、マップ見れば分かるか。エストガザー、ここか。ここまで自動運行。そこからの北東。いや、このあと別々でパーティー組んでいくのかな。そうなるとすごく厄介なんだけど、ちょっとそういった縛り多いよね、このゲーム。ここだな。ボタン間違えた。それが FF13 に続いてるって考えると分からんでもないけどね。このままじゃオーバーヒート。熱くてダメってことか。ここらの入り口へ。我が力南人をも近づけぬ強き風。南側なんだよねこれはね。スタイナーとクイナ、ビビとスタイナー。まだ聞いときましょうか、場所。忘れられた大陸、ウイユベイユより南東ね。ウイユベイユより南東で、装備も改めて確認。最強最強で、リボンを外す。これで行きましょう。ウイユベイユ、ここから南東。これは南側から寄ることになるので、この段階でも動いてるのかな。さすがに止まってるか。ここから自らで行きましょう。南東、この辺りだと思うけど。ん、風の祠見えてないけど。うん、この場所。風が強そうだね。飛んでくんじゃないの、ビビは。クイナと一緒。青魔法は全く覚えてないんでね。ああ、なるほどね。ジタンのみ動かすみたいな感じなのかな。今の話のね、言い方からすると。最後の場所。外側の大陸、デザートエンプレスの南西ね。クイナはどうすればいいかな。
ああ、そうだ、今出てったのビビだったね。ビビの設定確認しといた方が良かったけど、まあビビなら何度も使ってるからね、ここまで心配する必要ないか。南西だけか。うん、今回は北側から寄るような感じになるのか。自動航行は楽でいいね。南西だからもうちょっと細かく情報を見てもよかったけど、ここか、ここだね。地脈の祠、一番なんかやりにくいこのパーティー。残り物には美味しいものがある。全然育ってないのが気がかりだけど、あと大鳥ジェネ、大鳥ジェネじゃないか、いつでもリジェネか、やっといて沈黙回避、これぐらいで十分でしょ。だがジタンもそんなに攻撃力あるわけじゃないから、あ、そうだ、セーブするの忘れてた。なるほどね、罠がある。ジャンプ、え、何、こっち側も操作するの。うん、敵は出てくるよね、当然。ん？鏡を食ってどうすればいいんだ？そうかそうか、クイナと今話すような状況になったのか。待ちわびった。こっちも全部戦うのかどうかだよね。鏡を置けばここでも敵が出てくる。炎のガーディアン、これは寺の守護者。うん、どこぞの誰かさんみたい。自分のことか。なんだろう、全部やることになるのかな。これ魔法剣使えってことか。魔法が当たらない。
うん、組みかかる。すごいね。得意な魔法やつに。他の場所へも同時に。なんだろう、実際はどうしてなくてもよかったとかそういうね気もしないでもないけど、本当の恐怖。クイナがな、育ってないからな。さて、これ勝てなければ最初からやり直しになるんだよね。あ、お前一個もないから。ホワイトウィンドウある。これ HP 回復、自信。やっていきましょうか。あーっと、クイナに関しては回復したね。今悪くない、勝てる可能性が出てきた。他のところはボスの姿があったから、戦わないなんて選択肢はないよね。当然戦うことになるんだろうと思うけど。800ほど、うん、あ、これならなんとかなるな。クイナがダメージ受けないってのは助かる。戦っていきましょう。盗むやってもいいけど、急ぎましょうか。うん、クイナとジタンレベル差結構あるんだけど、与えるダメージは同じぐらいなんでね。オートポーション、アベンジャーを盗んだ。もう一回盗みやって、それからもう通常で戦っていきましょう。サンダがやる魔法はその都度変わるところか。クイナがあっさりと、きついな。いや、もうクイナ寝かしたままでもいいような気がするんだけど、どうなんだろう。うん、なんか盗んだね。タイガ、回復しないとダメか。クイナがいることによってね、行動することによってオートリジェネの時間を稼げるので。あー早い。なんとかトランスまで耐えれば。うん、これは回復クイナするんで助かるね。クイナ公園に下げるって手もあったけど、まあでもファイヤーとか魔法でやられたから下げても意味ないか。クリティカル、モロテギリあっさりと持ってかれた。ジターンがトランスになってる時はできればクイナは起き上がっててもらいたい。一番きついのはフライヤーとサラマンダーかな。もし戦いがあるんだれば、両方とも育ってないからね。うん、地震来てくれた、ありがたい。回復、戦っていきましょう。ガンガン、まもなくジタンが、なんでそっちが行くかだジタンの方来てくれれば問題ないんだけど、全部クイナの方に行くんだよね。
諸手切り時短の方行ってトランス、青魔法間に合ってくれれば助かるけど、カウンターなおかつトランスの攻撃、倒しきれない。今クイナの方先来ないの、ジタンの方行ってくれればいいけど行ってくれないよね。だがここでフェニックスの方を使うっていう選択肢はないと思うんで、ガンガン裏技使っていきましょう。倒した？倒してない。あともう一回は耐えてもらいたい。オートポーション使って倒した。まあまあまあ、クイナがのんびり寝っ転がってるけど特に経験も得られないんで、これはこれでよっしゃしましょう。他もやんのかな。やりたくないな。やんなくて済んだか。やんなくて済んだな。よかったよかった。これ迎え来るまでねのんびりする必要があるから、ジタンが好きかどうかか。答えが一応言ったのかな今。いやー助かった。あとは輝く姉妹、エストガザの近く、なるほどね。さてパーティーメンバー再び、エストガザのそばなんだけど、エストガザがどこだかが分かんない。こっち側だっけか。今マーキングがあった場所が多分こっち側、やっぱりここだ。行っていいのかな。もうやっぱりここだったか。なんか怪しいと何度も何度もね行っていた場所。魂の道、何これ。もう引き返しじゃない。とりあえず引き返しましょう。ちょっと装備を整えてから。装備を整えるのはいいんだけど、ここら辺で買い物できる場所は、エストガザってなんだっけかな。あれか、古城でも買い物できないしで、とりあえず戻るか。
グルメシアではない、クゾクの沼でもない、リンドブルムだよね、行かなきゃいけないの。まあ、行かなくてもいいんだけど、リンドブルム買い物できそうな場所、まだ合成できそうな場所、これぐらいしかないから。エーテルは多分まだ買えないと思うから、まあ、将来的にも買えるかどうかわかんないけど、ポーションだけはちゃんと買っときましょうか。これ降りられんのかな、中に入ります。こっち側ちょっと早めましょう。商業さて、宿屋は行かなくても大丈夫でね。ここら辺買い物、ピクルス買えんのかな。海岸行ってくるってのはどういうことなんだろう。何かあるのか。武器や新しいもの入ってるのかどうか。アイテムも始めた。あー、いろいろあるね。まあいろいろと言っても、2つぐらいか。まだ持ってなかったのは。円月輪はいらないでしょ。ねじり鉢巻きは持ってなかった。防具はなかったので、防具屋はこれか。入れないぞ。防具屋、ないか。これ教会か。しかも入れない。こっちが確か合成だったはず。ミスリルダガーもう一個、もしくはこれか。エンジェルブレス。ようやく強い武器を持てるようになった。金のチョーカー。何を覚えられるかをね、この段階で見れないとなかなか。これもやっても大丈夫なのかな。こんなもんでしょ。いずれにしろようやくリターン強い武器がまた手に入った。だがオリハルコンの方が強いぞ、圧倒的に。盗賊の証まず覚えるまでやっといて。これ翡翠の腕は、これといった装備がない。こんなもんか。このアビリティガーニーはほんとつらいな。いちいち全部確認しないといけないのは。もうちょっとなんとかならんかったかということを20年前のソフトに言ってもなんだけどね。で、ここ以外にも、どうなんだろう。ガーネットの後ろの方は、何かまた物売ってんのかな。
とブルメシアではない。こっち側か。うん。高速にしてると早く着くね。当たり前というは当たり前だけど。あ、入れない。ならば行きましょうか。どこか近場で一旦降りてセーブしておきたい。でもこれ次の大陸でまた広い場所を探索するんであれば結構なボリュームになるけど、多分そこまで良いことはないと思うけど、行きましょう。そのまま進んでくれ。なるほどね。あー、随分でかい転移ゲート。空艇ごと行くわけではなかったのか。行くのかと思ったけど、でまた次の大陸をね探索するかと思ったけど、浮いてんね。これ水の中になるのかな。水の中にテラがあるとかそんなわけないよね。だが見た目は水の中っぽいよね。おっといきなりとうとうここまで来たか。ならば貴様は何者だ。うん。青い月の光に惑わされた。つまりガイアを青い月っていうような表現してて、テラがこの我々が考える地球儀的なね意味合いなのかもね。見てくるがよい、テラの姿を。何者か。この人でも尻尾が生えてるってわけでもないしで。他のみんなも無事。これでいいでしょう、メンツは。戦闘が起こるのかどうか。テラ。うん、誰かいるね。こっち側は？宝箱。ヒプノクラウン。ヒプノクラウンって頭装備だけかな。それともムチみたいなやつだけか。宝箱があるだけ。ドラゴンリスト。ムチだと誰になる装備。まあ、ムチかどうかも分かってないけど。頭か。マンイーターと魔法返し。大鳥ジェネ覚えてから。うん、鏡みたいになってるね。というか水面みたいと言った方がいいか。
箱、エリクサー、あともう一個手に入んなかった？キュープのクラウンの他に何だっけか。あー、わかんないかも。多分過去に手に入れたことがあるものだと思うけど。うん、特に、あ、尻尾生えてるな。ジタンと同じ種族なんでしょう。あそこにいるけど、内側からは降りられるか？下に降りる。魔人の胸当て。これも全部覚えきってて、力が下がるか。うん、魔力が上がるが力が下がる。ビビの方がいいけど、ビビも装備可能。うん、ついてくればわかる。たくさんいるのかな。それとも今の人一人のみなのか。こっち側か。町があるとかではない。人工物のように感じられる。その気配がない。まあ、ほぼほぼ人が亡くなったってことでね。何かしらの災害があって。災害かどうかわかんないけど。その身を捧げる時を待つところ。多分、この子も、そんな感じなんじゃない？ブランバル、魂なき村。自分なんかぼやけてるけど顔が。これはあー、なるほどね。以前見たフジャと戦ってた時のね。あー、これがアトモスかと思ったけど、そうじゃなかったんだね。何度も召喚呼んでるから違うってのは分かってたけど、多分初期の頃アトモスって言ったような気がするけど、全く関係ないものだった。何のために存在するか。ある意味、ビビと同じような意味合いにもね、感じなくもないけど、今の話の流れだと。パーティー切り替え。グライアでいいかな？武器はホワイトドローの方優先。オートリジェネはやっぱり無理か。うん、目には目をが威力高いんだけれども、
うん、まあこのまま。オートポーションようやく、ようやくだな。これあるだけでもね、段違いだからね。戦いがすごく楽になる。オートポーション、レベルアップもやっていきましょう。うん。別の人もいるね。いや、たくさんいるね。さっきの子で気づいても良さそうなもんだけど。アイテム変えるんじゃない？あ、モーグリが入り込んでる。ウィングエッジというのは違うか。多分すでに持っている武器だと思うけど、ウィングエッジ、あ、違うか、投げ物か。多分見当たんないね。ウィングエッジ、これか、投げ物、投げるもの。プラの文明によって作られた我々に苦痛をもたらす。あー、もうこういうの把握するのはさ、ちょっとさすがにつらいな。あれ、反応なくなった。おっと、出てきた。ショップ用意、ありがたい。あ、お金がなかった。このゾーリンシェイプというのもまだ手に入れたことのない武器だし、マオリハルコンやっぱり一番強いのか。ここら辺お金余ったら買いましょう。念のためセーブ。もうプレイ時間も結構経ってるから22時間ぐらいか。うん、ここら辺会話してってもなんか理解できそうにないな。おっと、なんかやってんね。ちょっと辛いな、全部把握していこうとすると。何を言ってんだか分かんないになると思う。器としての成長。うん。そこの入り口ここか。宝箱もあるね。嫌な予感。ジタンも悪影響受けそうだよね。多分正気を吸われるとかそんな感じだと思うけど。お薬、言葉が通じないんじゃないかな、これ。ジタンは通じるけど。ピモピモそうでも生えてれば。さっきの子。この人は言葉が喋れんのか。もうすぐ目を覚ます。じいさんとダガーは熱々。力
地下研究所で待っている。うん、実際どうしてこうなったのかがわかんないね。急に。青い光。うん。思い出した。マダインサリを破壊したのは、嵐じゃなかった。あの目玉か。アレクサンドリアも。じゃあ、二度目、あの目、見たってことか。イーファの木でも。ということは、三回目か。偶然なのか、それともそうじゃないのか分かんないけど、別にガーネットを狙ったってわけでもないだろうしね。地下研究所、場所分かんのかな。それよりもあの宝箱を取ってほしいんだけど。入れる？あ、入れるね。エリクサーか。休まなくても大丈夫でしょう。会話できないか。地下研究所がどこなのかがわからないけど、まっすぐではない。弾かれた。研究所。どうやって下の方行くんだろうな。ここはもう戻ってきてるだけだから、誰か教えてくれないか。教えてくれないか。ここが研究所なのかな。この方向にあの女の人はね、移動してたけど、ここではないのか。これなんかどこかで見たことある。ああ、なるほど。ガイアは青でテラが赤だから、やっぱり他にもなんかでかい惑星みたいなものがあるってことでね。あ、今下に降りられる場所あるな。これか。うん。ビビと同じってことでね。彼ら同じ仲間、この地に生きるジェノム。これ霧でビビが生まれたように、何かのこの魂で人が生まれてるかのような。そのように作られている。魂を持たないジェノムというのもいるのか。ジタンはもう魂があるってことでね。魂もある。だからこの子も特別っぽいよね。ただの器。
器以上の役割を与えられただけ。ガーランドの意のままに。そかそか、あの出会った人の名前は分かってないってことか。まだ何かエリクサ、いやーこういうの見つかんないってなんでこんな確実にね、見えないとこに置くか。ガーランドは星の管理者、テラの民の復活が使命。本当のテラの民は眠っている。テラがガイアにとって変わるときに、青から赤に変わるとき、なるほどね。ガーランドも強引な手段を試みたけど失敗した。若いガイアが強大な力、召喚獣を使いこなすまでの文明を持たぬよう監視しながら。でも召喚獣、まあ、使いこなすとまでは言ってないのか。だが召喚獣の村は使いこなしていたから破壊したって感じかな。だんだんと難解になってきたね。でもこんな話だったんだ。全然記憶にないな。最後のダンジョンの場所みたいなものはね、なんとなく記憶にあるんだけど。嫌な予感がする。さて、いつか帰るところ。これはジタンの方か？違うな、クイーン。食べるんじゃないだろうね、これ。大丈夫？石焼き芋に使うあるか。魂はしょっぱいってことか？ジタンいるね。これジタンじゃないってこと？いや、違うか、本物か。地面の内側か。やっぱりなんか外にどっか飛んでったというわけではないのか。星が2つあるからね。うん。こう動かせるようになっている。再び心のありか。なるほどね。ビビもどういうふうに思うか。ジタンいるね、上に。この光は我々に不快感をもたらす。赤くないとダメってことでね。
話せば伝わる気がする。プロマ同士で同じような経験やってるからね。似てる気がする。心も空っぽなんかじゃない。心がどこかにお出かけしているだけなのかもしれない。さて、さらにこのように生を受けたこと、通れるようになったのかな。ここはこれサラマンダーか。親とか家族、倒すべき敵の顔、明確な親いるのかな。ガーランドがなんか案外親のようなね、気はしないでもないけどね。さて。というわけで、あ、これステルスキン。ダイヤモンド、エーテル、エリクサー。お金が足らない。2000何歩程度が足らない。どうなんだろうな。原石って今まで使ったことないけど、原石どこにある？売りたいんだけれども。売っていいのかな？これは。何に使うか全くわからないから。買いましょう。ダイヤモンドは何を覚えられるか。あんまり面白くないね。熱せつさまさず。では今回はこれで終えて、いよいよまた次回、徐々に確信迫ってるかのような、そんな状況ですけれども。今で22時間。果たしてどれぐらいあと残りあるのか、また次回以降もご覧いただけたら幸いです。ではでは。